こうね、疲れた時に飲んでいただくと、この活性酸素が除去されるというですね、素晴らしいドリンクをね、3つ紹介していきたいと思います。そしてこのね、シナモンの香りの効果、めっちゃ香りがすごいいい香りしてます。もうすぐ4月が終わってくるね、ゴールデンウィークに入ってくるっていう頃なんですけれども、皆さんね、4月新生活が始まってちょっとお疲れだったりとかね、テレワークが続いている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ちょっとね、一息つきたいっていう時に元気になれる、疲労回復できるね、なんかドリンクあったらいいんじゃないかなっていうふうに思いまして、今日はほっと美味しく飲めるね、ドリンクを作っていきたいと思います。もちろんね、麹の甘酒を使って今日は作っていきたいと思います。最後まで見ていただくと、このね、レシピが手に入りますし、ホッとするドリンクがね、自分で簡単にあっという間に作れるようになりますので、ぜひぜひね、皆さんにもね、試していただいて作ってみていただきたいなと思いますので、ぜひぜひ最後までご覧いただければと思います。ということでですね、なんか疲れるなとかね、最近起きてもね、疲れが取れないなみたいなね、ことって皆さんありませんか？どうですかね。私はですね、麹生活を始める前は本当に疲れが取れないみたいなのが、子供を産んでからね、すごく症状としてありました。寝て起きたのに疲れたみたいな感じで結構あったなと思います。やっぱ疲れてるとなかなかね、思うようにお仕事も進まなかったりとか、ご飯作るのも大変だし、お買い物に行くのも大変だし、お片付けするのも大変だしっていう感じでね、なかなかいろんなことが進まないかなと思いますので、今日はね、美味しいね、ホッとするドリンクで元気になって疲労回復してですね、リラックスしてっていうのね、大事かなと思いますので、こうカフェインみたいなものでね、ガンとね、元気にするんではなくって、リラックスしつつ疲労回復できるというね、ドリンクをね、ご紹介していきたいと思います。疲労ってそもそも何なのっていうところもね、あるかなと思うんですけれども、疲労というのはですね、もう体をね、酷使して頑張って頑張って、疲労困憊という状態ですね。疲れがね、取れないなっていう状態になっている、不快と休養の願望が出てきているっていう時はね、とにかくね、疲れている時かなというふうに思っていただくといいかなと思います。体のね、疲労を感じるのはもちろんね、身体的なストレスっていうところもありますし、精神的な心身のストレスみたいなところからも疲労というのはね、感じる方が多いと言われております。体がね、休みたいっていう状態だなってね、疲労を感じるっていうことは休みたいっていう状態じゃないですか。だからね、その状態の時に休まないとね、未病っていう言葉皆さんね、聞いたことあるかなと思うんですけれども、元気なところからいきなり病気に行くわけではなくって、こうね、だんだん悪くなっていくっていうのがあるんですよね。で、この疲労っていうのは病気になっていく手前の未病の部分というふうに言われているので、こういう状態の時にね、しっかりお休みするっていうことがですね、体を元気にする、病気まで行ってからね、戻すのですごい大変だと思うので、病気になる前のこの真ん中のこの疲労、疲れたなって感じるところでちゃんと体を元気にね、戻してあげるとすごくいいかなと思います。まさにこのね、未病の状態っていうのはね、戻すのね、楽になりますのでね、簡単にお食事とか飲み物とかっていうところで疲労回復していただければと思います。この疲労回復にはね、麹というのはぴったり、よく言ってるビタミン B1 ですね、ビタミン群もたっぷりありますし、他にね、そのドリンクでプラスアルファしていく素材の栄養素とかっていうのもプラスしてですね、美味しく召し上がっていただけたらなと思います。疲労の原因はね、様々というふうに、言われてます。そりゃそうでしょうって感じかなと思うんですけど、ストレスとかね、人間関係とかっていうところもありますし、時間的にね、余裕がなくてとか、体力的にすごくね、やらなきゃいけないことがあるとか、いろんなことがね、あるかと思うんですけれども、やっぱり精神的なところのね、こうプレッシャーだったりとか、新しい環境に身を置いてとかっていうのも、疲労というところにはね、かなり関係性があると言われてます。で、疲労の根本的なね、内容というのはですね、体の中に発生する活性酸素というのがね、大きな原因というふうに言われてます。地球上にいるね、あらゆる生命体ですね、ほとんどのものはですね、この酸素というものを生命維持にね、とても必要なものとしてます。人間もね、酸素がないと生きることができないですよね。で、この酸素を吸ってですね、吸った後にエネルギー酸性というのをね、してるんですけれども、このね、エネルギー酸性の過程の中で副産物としてね、この活性酸素というのはね、出てしまいます。これがね、疲労の原因になっているということですね。で、この活性酸素ですね、微量な状態であると
細胞伝達物質とか免疫物質としていい方向に働くんですけれども、これの、ね、量が溜まってしまってたくさんになることで疲労物質になってしまうというふうに言われています。そしてこの活性酸素がですね、体からうまく排出されなくってタンパク質とねつながってしまうというのがまさに酸化と言われているものですね。恐ろしいですね。老化の原因とか病気の原因とか炎症の原因みたいなところになってくるものですね。この酸化したタンパク質というのがですね、がんの原因になったりですとか動脈硬化などもね起こす原因になるよというふうに言われてます。また活性酸素が過剰になってバランスがね崩れた状態のことを酸化ストレスと呼びます。私たちの体はですね、過度なね運動とかこう長時間のね長いこうデスクワーク、皆さんやってる方も多いかなと思うんですけれども、オーバーワークになって細胞がね大量の酸素を消費します。でその結果ですね、たくさんの活性酸素が生まれてしまって、でそのね活性酸素をねうまく排出できないことで酸化ストレスという形になります。でこのね酸化ストレスに、ね、なる原因として、先ほどのね活性酸素がねたくさん溜まってしまうということもお話ししたんですけれども、それ以外にですね、紫外線とか放射線ですね、大気汚染、タバコですね、あとは酸化された物質のね摂取、食べるということでもそういうことが起きるというふうに言われています。活性酸素が元で酸化することによってですね、細胞とかをね傷つけるという形になるんですね。この免疫細胞というのがですね、細胞のね障害を見つけます。で脳にね異常をね伝えることで、人はね疲れっていうのを感じ取るというふうに言われてます。でよく言われる疲労物質ですね、乳酸というのね皆さん聞いたことあるかなと思うんですけれども、運動した後とかにね乳酸が溜まるというのはこの疲労物質であるというふうに言われてきました。しかしですね、このね乳酸っていうのは疲労っていうのを起こす物質ではなくて、むしろ疲労回復してくれる物質なんではないかというのがね最近の研究では言われております。これがね疲労の原因ではない理由はですね、乳酸の増加って一過性なんですね。で疲労のですね経過時間と、合わないっていうところもあったり、疲労の程度に関わらず血中でね濃度が上昇するということがあるというのが分かってきて、そういうものではないんじゃないかというふうに言われ始めてます。さらにですね、この乳酸をですね、動物実験で動物に与えてもですね疲労状態に、ならないというね実験結果があるというふうにも言われております。またですね、筋肉においてこの乳酸がたまる、運動したりとか筋トレとかしてね筋肉に乳酸たまるってよく言われるんですけど、乳酸の蓄積はですねこの疲労というものではなくって、むしろですね筋肉のね促進とか保護作用をね持つんじゃないかというふうに言われてます。かつてね疲労物質と言われていた乳酸、私もそういうふうに学んだんですけど、実は今では逆のことが言われております。そしてこの酸化ストレスね、疲労を感じる酸化ストレスというのをですね防止するにはですね、皆さんご存知の通りバランスの良い食事生活というところですね、それは大事なの分かってるよっていうところがね皆さんあると思うんですけれども、それをね叶えてくれるのがねこの麹のね調味料だなというふうに思いますし、この麹もですねいろんな麹があって、麹って癖ありますよねって言われることとかも多いんですけど、本当に美味しい麹は癖はないですので、皆さんねもしね麹癖あるなって召し上がってる方がいらっしゃったら、ぜひぜひね鎌倉麹スタイルのね麹取り寄せてね、塩麹とか醤油麹とか作ってみていただくとねいいかなと思います。そしてね適度な運動の習慣ということでね、分かってるわよっていう感じですよね本当にね呼吸をね大きくしたりね背中に入れたりとか、あとポールとかにこうやって乗ったりとかねするだけでもいいかなって思いますし、あと筋肉ほぐしてあげるだけとかストレッチだけとかでもね全くやらないよりはねいいかなと思いますので、ぜひぜひ私にも自分にもね言い聞かせてますけれども、やってみるといいかなと思います。そして十分な睡眠ですね、睡眠もめちゃくちゃ大事なんですけれども、良質の睡眠をするためには昼間ですねしっかり活動してセロトニンしっかり出すっていうのがですね、夜のねメラトニンがしっかり分泌するというところにつながって、これね睡眠ホルモンというものになりますので、良質な睡眠をね獲得したいんだったらやっぱり腸内環境を整えることっていうのが大事になってきます。結果それにはね麹の調味料を食べるのが一番手っ取り早いよっていう話になります。ということでね、そういったね生活習慣をしていただくと疲労っていうのはねすごくね溜まりづらいよというふうに言われてます。プラスですね、このね疲れた時に飲んでいただくとこの活性酸素が除去されるというですね素晴らしいドリンクをね3つ紹介していきたいと思います。はい、まず1つ目ですね、ホットレモンジンジャーを作っていきたいと思います。そして2つ目ですね、チャイ風のシナモンジンジャーを作っていきたいと思います。そして3つ目はですね、ココアシナモンということでですね、全部ねホットのドリンクを甘酒を入れて作っていきたいと思いますので、ぜひ皆さん最後まで楽しんでください。では作ります。では作っていきたいと思います。レモンはねこれをちょっと、はい、
輪切りにしていきたいと思います。で、国産のオーガニックレモンなので皮ごと入れちゃいます。そして生姜ね、すりおろしていきたいと思います。で、生姜すりおろすのめんどくさいじゃないのっていう方はですね、ぜひぜひね、生姜みりん麹っていうのがありますので、生姜みりん麹をね、この代わりに入れていただくと、それ入れるだけでね、生姜も入ってるし、甘いねみりんで美味しい生姜になってるので、それ使っていただいてもいいかなと思うんですけど、生姜みりん麹が私も今日は切れていたので生姜をすりおろしております。これがめんどくさいなと思う方はね、まあでもなんか疲れてる時とか、こういうね無心にねこうすりおろすとかね、結構いいですよねって私は思うので、よかったらすりおろしてもいいかなと思います。こんな感じでね、はい、すりおろしていただいたものをね、はい、やってもいいかなと思います。ね、自分を大切にしてる感じしますよね。ここにですね、蜂蜜を入れていただいて、プラス今日は甘酒、これねちょっとね飲む甘酒な感じなので、八海さんのやつでもすごい甘いので、これを入れてお湯で割っていきたいと思います。蜂蜜でございますよ。はい、これはですね、麹マスターのズボヨリエちゃんにもらったやつです。はい、よいしょ、ほい、はい、甘酒ね入れてきます。はい、このぐらいかな、もうほんと適量で申し訳ありませんって感じですけど、はい、ここにお湯を注いでいきます。溺れたわよって、でね、レモンからもキュッキュッてしていただいて、もう本当にね、ちょっとあっという間にね、はい、元気になるドリンクができました。じゃじゃーん、では飲んでいきたいと思います。あー美味しい、めちゃめちゃいきなり癒されますね。これは生姜パウダーとかでもねいいので、よかったらやってみていただければと思います。では続いてチャイ風のシナモンジンジャーですね、作っていきたいと思います。牛乳もしくは豆乳ですね。はい、こちらを 400ml ですね。そして生姜ですね、また生姜をね一かけ入れていきます。そしてシナモンスティック、あればクローブなんですけど、ないのでクローブは私は今日も入れませんが、皆さんよかったら入れてみてください。そして蜂蜜もちょっとまたまた入れていこうかなと思います。そして甘酒も入れていきます。シナモンパウダーもありますので、シナモンパウダーも入れていこうかなと思います。こちらのお鍋に入れていきたいと思います。まずお鍋にですね、牛乳または豆乳半分に折ったシナモンスティック、クローブを入れて火にかけます。弱火で 3,4 分煮出しますね。ちょっとね半量でやろうかなと思いますので 200ml でやります。豆乳はね更年期対策でですね、大豆イソフラボンがねいっぱいですのでね、あすごいこぼれました、すごいこぼれましたやばいやばい、大変なことになった、ちょっと待ってくださいね、お騒ぎでございますよ。シナモンスティック、こちらをですね入れていきますね。シナモンはねセイロンとアカシアがありますけれども、こちらはセイロンのねシナモンです。シナモンのことについて語ってるのねありますので、よかったらねそちらをね見てみていただければと思います。シナモンスティックです。これをパキッと割って、はい、入れていきたいと思います。そして生姜もね入れていきます。先ほどのすりおろしていきます。あー生姜ってでも本当にいいですよね。もう生姜もねめっちゃ語ってるのいっぱいありますので生姜ってねいっぱい書いてあるやつと、なんか生姜はねいっぱいいろんなところで使ってますね。みりん生姜もね本当に美味しいので、ぜひぜひね作っといていただくと、こういう時にねそれをねパッと使うのも めちゃめちゃいいので、本当に作っといてください。私もまた作っとこうと思ってます、今これをやりながら思ってますね。はい、生姜入れました。はい、生姜入れるの早かった、ちょっと火にかけていきます。はい、はい、弱火で煮出してきました。これをですねこんな感じで残したいと思います。
はい、先にね生姜をね間違って入れましたので生姜がこされております。はい、ということでですね、ここにですねすりおろした生姜とあと蜂蜜とシナモンパウダーを加えて混ぜたら出来上がりになります。生姜は生で入れた方が風味がいいのでもうちょっとすりおろしたいと思います。はい、生姜ね私大好きなのでたっぷり入っててもいいかなと思います。はい、そしてここにですね甘酒ですね、甘酒も入れます。お好みでね、甘さはお好みで入れていただいて、蜂蜜です。蜂蜜もねお好みで大丈夫です。はい、そしてここにシナモンパウダーでございます。はい、こんな感じで私はたっぷりめにシナモンを入れました。じゃーん、出来上がり。混ぜ混ぜしたら出来上がりです。はい、生姜も落ちてますが、シナモンのいい香りですね。いい香り。いただきます。美味しい。疲労回復にはタンパク質もねすごく必要だったりしますし、大豆イソフラボンはですね更年期対策にもね皆さんなりますので、よかったらですねタンパク質もね一緒にこんな風に摂っていただくといいかなと思います。ということで皆さんもねやってみていただければと思います。コアシナモンもね作っていきたいと思います。豆乳とですねココアパウダー、ココアパウダーの方はすごくポリフェノールがねたっぷり含まれてますので、ココアはね栄養成分はね食物繊維のねリグニンとかねカカオポリフェノール、レオブロミン、鉄、カルシウム、マグネシウムなどもね入ってます。食物繊維のねこのリグニンというのはですね水に溶ける水溶性の食物繊維と不溶性食物繊維がねあって、ココアはね不溶性の食物繊維が豊富に含まれているという形になりますので、腸内のですね老廃物をね絡め取って外に出してくれるというですね効果があります。でカカオのねポリフェノールはアンチエイジング効果がございますの で、テオブロミンというねココアのね苦味と香りの成分なんですけれども、皆さんご存知のセロトニンですね、幸せホルモンの分泌を促す働きがなんとございます。すごい。ココアセロトニンが十分にね分泌されるととってもねハッピーな気持ち、穏やかなねハッピーがやってくるのがこの幸せホルモンのセロトニンになりますので、ストレス解消っていうのもすごく効果的なものになりますので、ぜひぜひねやってみてくださいね。はい、でこのテオブロミンはですね毛細血管を刺激して全身のね血流を改善する作用があります。素晴らしい。疲労回復や冷えの改善、集中力アップに役立ちます。はい、そしてですね鉄とかねまあ、カルシウムとかマグネシウムっていうのも入ってますけれども、骨粗しょう症の予防ができるという形になります。ココアさん素晴らしい。ココアパウダーね、このねピュアココアとかをね見つけていただくと一番いいです。お砂糖入ってるのもあるのでね、お砂糖入ってないのね選んでいただくといいかなと思います。でシナモンパウダーですね、生姜もね入れてもいいかなと思います。お好みで入れてください。そしてカルダモンとかもね入れていただいてもいいかなと思います。で早速ですねこちらをちょっと温めていきたいと思います。温める方法はですねお鍋でもね何でも大丈夫ですのでやってみてください。ココアパウダーと甘酒をね混ぜておこうかなと思います。ココアです。ココアパウダーね大さじ2杯。開かない。開かない。開かなくなっちゃった。ダメだね。全然開かない。大さじ2杯と、はい、甘酒はねこの八海山にまたやっていきますけど、普通のね食べる甘酒で作っていただいた方が甘みが強いので、ある方はそれでやってみてください。ちょっと多め。混ぜ混ぜしていきます。
はい、こんな感じでココア溶かしておいてから、はい、牛乳かね、豆乳に入れていただくといいかなと思います。はい、豆乳温めました。じゃじゃーん、今日このココアを入れたやつです。おー、おいしそう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 。こんな感じで適量入れていただいて、混ぜ混ぜ、シナモンを入れます。はい、シナモン入れました。はい、シナモンもね、一緒に混ぜ混ぜねしていただくといいかなと思いますね。ココアのポリフェノールのね効果、そしてこのねシナモンの香りの効果、めっちゃ香りがすごいいい香りしてます。はい、いただきます。うん、いいですね。甘いのとシナモンとこのココアのねポリフェノールがめっちゃいいです。うん、癒される。はい、ということで今日はですね、はい、疲れた時にほっと一息ですね、リラックスできるドリンクをお届けいたしました。毎日ねやっぱりねずっとねパソコン使ってたりとか、お仕事でもねテレワークでもねお家の中でもすごく疲れるかなと思うので、ぜひぜひテレワークの方はねこうリラックスするドリンク作ってみていただいて、疲労回復していただきながらね、自分を大事にしていただきながら未病の状態からね元気、疲労回復していただければなと思いますので、うまくね甘酒使っていただくと良いかと思いますので、ぜひ皆様やってみていただければと思います。はい、ということで今日もね最後まで見ていただいてありがとうございました。麹かける何かっていうことでねやらせていただいてますので、ぜひぜひこの先もですね、麹のレシピはもちろんですね、麹菌の話とか麹のねいろいろな秘密もお伝えしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いできればと思います。はい、そして YouTube の皆様専用の LINE 公式ありますので、ぜひお友達になっていただければと思います。お友達になっていただきますと、調味料の選び方というね音声をプレゼントさせていただいてます。はい、日本の調味料をねほとんど実は麹からできている、ほとんど塩以外ですよ皆様。はい、ね、その麹でできている調味料だったんですけれども、それがね今のねスーパーではなかなかそういったものに出会えないという形になってますので、どうやって選ぶと本物の調味料に出会えるかっていうお話をさせていただいてますので、よかったらお友達になっていただいて、ぜひね音声ゲットしていただけたら嬉しいです。ということでね、今日もありがとうございました。素敵な一日を皆様お過ごしください。そしてまたお次の動画でお会いしましょう。ありがとう。またねー。